行動に移してね、ちょっとまあ家の外に出てみたら、まあ運動なんですけれどもね、したらすごく、スッキリしましたし、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、ジョセフ・マーフィーさん、ジョセフ・マーフィーさんの名言で、何もしないうちからあれこれ悩むのはナンセンスです。じゃあ行動に移せばすんなりと問題が解決することの方が多いのです、ということでですね、ジョセフ・マーフィーさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。ジョセフ・マーフィーさんはアメリカで活動したアイルランド出身の宗教家、著述家、潜在意識を利用、操作することで自らや周りの人さえも成功、幸福へと導く積極思考、ポジティブシンキング、潜在意識の法則を提唱したということでですね、ジョセフ・マーフィーさん、まあ、私も、会社の行き帰りに、MP3 プレイヤーに音声を吹き込んでですね、ジョセフ・マーフィーさんの、潜在意識の法則ですか、その音声を吹き込んで、聞いてるんですけれども、まさにね、何もしないうちから、あれこれ悩むってあるじゃないですか。怒ってもないし、何も怒ってもないんですけれども、やっぱり人間って、なぜかいろいろ考えてしまって行動に移せないっていうことがあると思うんです。私も、応援してね、結構ありまして、あれだ、これだ、こうしようって、やっぱり悩むことがたくさんあります。1時間とか2時間とかね、すごく悩むことがあるんですけれども、でもね、悩んでしまってもね、やっぱりそこで結果って出てこないですね。行動に移さない限りは。今日実はですね、私も、大体いつも5時起きなんですけれども、なぜか、3時半ぐらいから目が覚めましてですね、もう4時から起きてですね、今活動してて、普通ならね、まぁ、ちょっと布団の中でうにゃうにゃ考えるんですけれども、そういったことももうする必要もないかなと思って、活動し始めました。久しぶりにね、5時前にちょっと家を出たんですけれども、昨日でですね、こんな暑、夏の時期なんですけれども、日の出を見ました。すごく空気が清々しくて、なんていうか、すごくね、気持ちのいい朝でした。なんか、本当にね、布団の中でうにうに考えてたら何も起こらないんですけれども、行動に移してね、ちょっとまあ家の外に出てみたら、まあ運動なんですけれどもね、したらすごく、スッキリしましたし、今ね、こうやって、一生懸命動画も撮れるような状態ですし、かといって眠いわけでもないですし、一生懸命ね、今日も活動していきたいなと思っております。なかなかね、あれこれ考えて行動しない人たくさんいるんですよ。まあまさにいろんな人とお話しするとたくさんいまして、日程が決まらないとか、いろんなことがあるんですけれども、うじうじ考えてもしょうがないんですよね。じゃあやりましょうって言ってるんですけども、なかなかね、ちょっとうじうじ考えてる人が多いな、ということを感じます。最近。すごく。今日もね、一生懸命、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、外、今マイクつけてるんですけども、かなりカラスの声が、声がね、聞こえて、今日は、本当に朝なんだなと思うと思います。本当に朝撮ってますので、はい。今日も一日ね、よろしくお願いいたします。動画を見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。